モヌメンタゲルマニアエヒストリカ。モヌメンタゲルマニアエヒストリカ。資料一覧や文献一覧における略称は、MGH は、講義的には、ローマ帝国の終わりから1500年に至る、ドイツ史研究のための一時資料や、年代記、公文書を厳密に編纂し出版した包括的な資料集である。その名称にもかかわらず、この資料修正はドイツ以外の多くの国の歴史の、 重要資料を含んでおり、中世ドイツの諸事件の資料出版協会が、ゲルマン民族や、その支配者たちの影響下にあった多くの地域から集めた資料を含んでいる。1826年から1874年までの編集者は、ゲオルグ・ハインリッヒ・ペルツ1875年に、ゲオルグ・ワイズに引き継がれた。MGH の起源は1819年に、 プロイセンの改革者、ハインリヒ・フリードリヒ・ホンシュタインによって、ハノーバーで個人的に開始された文書出版協会に遡る。第一巻は1826年に登場した。1826年から1874年の間の編集者は、ゲオルグ・ハインリヒ・ヒペルツで、その後ゲオルグ・ワイツに引き継がれた。ドイツその諸国の多くの著名な中世研究者が、 このプロジェクトに参加し、資料調査と写本比較、学術版を生み出した。選択された、モットーサンクトゥスアモールパトリエダットアナバムは、職業的学術研究手法とともに、民族的ロマン主義との関連から説明される。1875年に、MGH はベルリンの本部でより公的機関として設立された。それは1935年に、 国家機関に吸収され、ライクシンスティトゥートフィアエルタードイチェジェシクツクーンデイと解消された。これは、第二次世界大戦の末期の1945年に廃止されたが、オーストリア科学アカデミーとゲルマン協会の支援で、当初の名前で再行されて継続した。モュメンタゲルマニアエヒストリカ協会は1949年以来ミュンヘンに位置し、 ドイツとヨーロッパの中世史に特化した最大の文章を保有している。それはキリスト教史や13万の研究論文と約15万の関連研究を含んでいる。1967年にバイエルン州立図書館の建設で現在の施設に移った。プロジェクトは歴史研究の多大な努力のもとに21世紀に入っても継続している。2004年に MGH はドイツ研究振興協会の支援のもと5年以上かけてすべての出版物をオンライン化した。これは MGH のホームページでフォトデジタル資料として紹介できる。資料集は古代部、文書部、書簡部、法制部、地下部の5つの部門に分けられており小部門として志望統計部が追加されている。 学習目的や特化した研究のためのよりコンパクトな総書を含む補助資料、修正も刊行されている。アーサー・ウィリアム・ホラント、ジャーマニー、ビブリオグラフィー・オブ・ジャーマン・ヒストリー、エンサイクロペディア・ブリタニカ、ニューヨーク、億9478万2424、https コロンスラク .google.com b o o k s ク id、 イコール LQIQ アコマジピコグラムイコール PA899 ノールズ1960ビブリアテックスバーバンドバイエルン2011年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年9月17日閲覧ありがとうございます